ロッテ、沢村、切れる。沢村も偉そうに言うならしっかり結果出さんと示しつかんぞ。完全終了7連敗。7連敗でございます。開始合終了回もの行くわ。やっぱり島内にやられるのか。スプリットのコントロールうんこやん、そりゃストレート連投するわ。去年の CS と同じだな。沢村はもう無理。大塚が山口の守備位置を移したら、これ沢村裏は池谷。ああ壊れちゃった。これはワンチャン18連敗いける。せっかくサードからあいつをどかした日にリードしてたのにぶち壊しやがって。嫌なんだよその守備。7連敗 WW。 とにかくもうあとは待てないことなんだけど、楽天にも勝てなくなったらいよいよやばいな。これ一番打たれちゃいけない場面で4連打。勝負ありか。まあ先に向けて希望の持てる試合ではあった。大体失点には大塚が絡んでいる。ご視聴ありがとうございました。